あの例のほら、今回、うん、本当はさ、鳥居元忠、彦がさ、岡崎城に残るはずだったのに、なんか朝日さんがね、いい直政に変えてください、チェンジしてくださいって言ったのは、実は、大漫所の中さんが、面食いだったからっていう、なんか楽しい演出があって、しかもさ、直政が大漫所を焼き殺す気満々で、なんか庭にね、<laughs> 薪とかね、そういうの積み上げさせたっていうのね、あれがなんか本当は鬼作座、本田茂次がやったエピソードなんだけど、本田茂次をね、今回出していないので、 直おまさがやったっていうので、その直おまさを大マンどころの中さんがむっちゃ気に入っていい男みたいにやってるのが面白かったですね、すごくね。 あとあのオープニング、オープニングでさ、うん、最初の大河ドラマって時に薪がバラバラって出てきて、最初何の薪なんやろうと思ったんだけど、あれが大間んところ焼き殺すための準備した薪だったんだね。<笑><笑>あれ薪だったの一瞬な、何と思って、うん,う,んうん。後からもう一回見ようと思いながら、薪だったのか。なんかね、最初なんだろうなって感じだったんだけど、あれは多分焼き殺す薪だったんだと思ってうん。怖い <laughs>。 あと、オープニングが変わったね。新しくなりましたね。うん、最初なんか黒い感じになって、あ、ちょっと怖いんだけど、と思ったけど、ね。 基本、暗闇が来て明るくなる。暗くなって明るくなる。だから、秀吉自体を暗くしたいのかとか思いながら見てたんだけど。<laughs> でも、なんか面白かったのが、あの、白ギがさ、そうそう。うぐ,るぐ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 る飛んで回って、ギ、うんね、がさ、あの、白馬になるっていうね。なった馬になるってところがさ、狼でもなく、虎でもなく、イエアスさん、白ギは、いわゆるこう、龍馬、春芽になって成長して駆け抜けていくんだ。なんかこう、かっこいい感じで変化していくんだっていう感じなのかなっていうのがね、今 今回のイメージなのかなっていう感じで面白かったんですけど、ただなんかドラマの方ではね、今回あの、秀吉さんのね、こう、たぬきネイリとかそういういろんな芝居をね、嘘泣きとか見抜いて、たぬきっぽくなってたけどね、だんだんなんかたぬきの、たぬき親父っぽい側面が強調されてたんで、やっぱり馬じゃなくてたぬきなんではと思いながら見てはいたんだけど、今後、雨かける春明になっていくのかもしれませんね。あの、人通りもね、欲しいっていうのを馬以外に言ってくれって言われて、ふふんっていう感じでね <laughs>。 まあ、あの、のなんていうかこう、芝居がくどいセリフがね、覚えてたけど、そのなんかこのセリフをね、セリフがくどいのは、多分あの、脚本、ムロツヨシじゃない、あの、ムロツヨシの秀吉だから、まあまあ、以前からほら、繰り返し繰り返しでが多い人だったから、あ、なんか秀吉が脚本すると、くどくなります、みたいな感じの、秀吉プロデュースっていうのが出てて、なかなか面白かったですよね。あとあの、オープニングで言うとさ、最後のね、街並みが出てきたじゃないですか。奥に富士山があって。あれがね、江戸の 街並みなのかそれともさ富士山あるからス寸プね新しく寸風もすごく街開発したんで寸風の街並みなのかどうなのかなって感じなんだけどある意味どっちも富士山見えるし家康さんが今後新しい街づくり新しい国づくりをしていく象徴みたいな感じで寸風でも日本橋でもどっちでも行きますよみたいな感じのイメージなのかなと思ったりもして見てたんですけどね あと、大ころが、すごくこう、ね、さっきも言ってたように、もう、色男が好きでっていう感じだったんだけど、本当にあんな感じに、大ころは色男好きっていうのが、何かに記録に残ってるとかがあるの <laughs> いや、それはないです、それはないです。あの、ただ、大ころを送っていったり、うん、接待係したのが、うん、いい直おさっていうのは本当なので、まあ、どうせだったら面白くしようってことで、いい直おさがイケメンなのは事実だし、<お>で、確かにね、あの、大漫所送ってたのも事実だし、うんまあ、この二つセット で、せっかくいるんだから、なんかやろうって感じなんだと思うんですけどね。だから面白かったですよね。ただ、なんかあの今回の中さん、大満所の登場っていうのは、おそらくはやっぱりこの欲望の化け物っていう回なので、こう欲望にきりのない秀吉っていうのをさらに際立たせるための中さんの登場だったのかなと思ったんですよね。わしゃ幸せなんかのって言って。わしゃ何を産んだんじゃんとんでもねえ。化け物をうね。また見てえでおっかねえって言って秀吉っていうのが。 自分が産んだ子なんだけど怖い。なんかこうとんでもない人間になってくるじゃないか。どん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 出世欲。そしてなんかもっと自分のわからない大きな欲望に繋がっていくんじゃないかっていう恐怖を中さんの気持ち、母親である中さんのそのセリフを通じて視聴者にも伝える。で、それで秀吉さん自身も家康さんがね、戦の内容にしましょうって言った時に、振って戦の内容なんかできないわけがない。そんなわけできないまだまだ切り取るところは世界中どこでもあるんだぞみたいな感じの欲望の化け物と、それからそうではない 家康さんっていうのの対比の中で秀吉さんの欲望の化け物っていうものをさらに明確に際立たせるための中さんの登場だったのかなっていう風に思いますねで、あの結局誰か首根っこを押さえつけないと危ない大変なことになるみたいなのの首根っこを押さえつけるのを家康さんにやってほしいっていう風うにまあ中さんは言ってたわけなんですけど実はなんかあのー、一番最初の宴会の時に秀長の存在っていうのがちらちらとまあ以前もからもそうなんだけどこの秀吉の欲望を抑えるキーマンって ととししててて今回も登場してたなと思ってあんまり目立たないんだけど、多分ね、秀長の考えっていうのは、家康さんに近かったと思うんですよ。あのー、信勝にね、もう早く戦を終わらした方がいいとか、そろそろ戦のないね、世の中にすべきなんだ、そろそろ具足を抜くべき時が来たんだっていうふうに言ってたのから見ても、家康さんと同じように、やっぱり戦のない世にそろそろしたいぞって思ってたんだと思うんですよね。だから、秀長っていうのは、そんなにはっきりとは言ってないけど、現在の家康さんに近い考え方だったと思うんですよね。で、実際、秀永 で、秀吉政権のナンバー2でもあるし、だから身内のナンバー2で、いやさんは戸様なんだけど、まあまあ、戸様って言っても、妹奥さんにしてるから、まあ、身内っちゃ身内だよね、のナンバー2。二人が両方右腕と左腕、片腕同士って感じになって支えていくっていうのは事実なので、なので、今後もね、おそらく出てくるかどうかわからないんですけど、大名同士のいざこざなんかがあった時に、それを実際決めるのは、 秀永だったんですよねそういう実際のこう揉め事なんかを仲介するっていう実務をやってたのが秀長で、で、それですごく大名なんかにもすごく慕われていたので、あの、おそらく、 この人はあの、天正14年頃からちょっと体調不良になって、家康さんと朝日姫が結婚した年なんですけどね、この頃からちょこっと体調が悪くて、有馬に当時に行ったりとかしてるんですけど、ただ翌年の九州征抜には総大将として参加してるんですけど、でも天正17年の3年後の小田原征抜の時にはもう病気で参加できないって、戦いには行けないぐらいにちょっと病気が悪化してたみたいで、で、天正19年に亡くなっているんですよね。なので、で、その後の秀吉っていうのが実はストッパーがなくなってちょっとおかしくなっていくって感じです。 なんですよだから多くの大名とか後世の歴史家なんかがもしこの秀長がこんなに早く死ななかったら秀吉のストッパーになって豊臣家っていうのは滅びていなかったかもしれないとかって言われている人物でもあるんでね<ー>だからこの秀長の存在秀長の死っていうのが結構実はリアルでも秀吉さんのこの欲望っていうものを抑えるストッパーになっていたっていうとはあったのかなと思いますね。 ただね、金には汚かったみたいで、ほら、もともと百姓で、闇棒だからさ。だから、結構ね、九州征伐の時に戦国の他の大名たちに高い評論を売りつけようとしたりとか、あとなんか熊野のね、材木の買い付けの時に、二万両かなんか着服しようとしたとか、なんかそういうので、秀吉に怒られたりとか、まあそういうのはあるんで、お金にはちょっと汚い人なんですけど、ただ、秀吉の政策ね、ちょっと無理のある政策とか、行き過ぎた政策に、いや兄じゃちょっとそれは良くないって言って、秀吉が唯一言うことを聞いた人だったので、なのでね、この人の死っていうのは、 大きかったのかなと思ったりはしますね。あと、今回面白かったのが、娘さんを見に来る、本田忠勝、パパ忠勝、お稲さんを見に来る。笑っちゃうよね。 あれって予告で出てたんだっけいやいや、今回ちゃんと。今回にあったっけちゃんと。鼻いけながら、後ろであんな怖い顔されていたら、落ち着いてやってられませんみたいに。そう娘に。父上って言ってね。なんかそれまであの、父上とも何とも言ってないからさ、この女の子今回出てきたけど誰なんだろうって思ったかもしれませんが、知ってる人間はいつ本田忠勝出てくるのかなと思いながら見てたんで、最後に出たって感じだったねええっ思ったあ、あれがパパなのとか思いながら、ちょっとパパなってしまった。で、あの、お稲さんっていうのは、最後にちょこっと出てきたけど、 本田正幸、正幸パパの長男である信幸ね。 の奥さんになる人なんですよね。だから今回最後にほら、徳川殿の家康さんの娘がいないんだったら、重心の娘さんを、わしのね、息子の嫁にしてくれって言ってね、言ってたのの人質になる人なので、だからまあ、後に来週ぐらいに出てくるんじゃないのかなと思うんですけどね。結局あの、今ちょっと、今回のドラマでは出てきてないんだけど、真田正幸が、正幸パパが、秀吉さんの従属して、秀吉さんの下の大名になった時に、秀吉の命令で徳川 徳川の下につけって言われるもう一回徳川の下につけって徳川の与力って言うんだけどねだからあの部下になるっていうのとは違うんだけど戦時下における指揮系統では言うことを聞かなきゃいけない配属先みたいな感じなんだけどその与力になれって言われてで徳川の与力になった時にこの信行を家康さんのところに人質に送ってるんですよね。でその人質に息子が送ってその 本田忠のの娘とと結婚するるっっててことにななたんんだろうっていういが言われてるんで今回この人質になるのが実は最初はあの信行が徳川サイドの人質になって結婚してたんだけどそうじゃない形にするのかどうなんだろうかっていうのは来週のお楽しみって感じではありますね。 あとさ、見てるかな ?NHK の、家康と三成のスマホっていう、あの、ね、いろんなシリーズが。うん、そうそうそう。うん、鎌倉殿の13人の時は、吉爪のスマホだったりね。麒麟、うん、が来るの時だったら、三秀のスマホだったり、なんかいろいろ、毎回何とかのスマホっていうのをやってて。で、今回が、あの、家康と三成のスマホっていうのをやってたんですけど、これがね、もう関ヶ原の戦い終わったんだけど、なんと、今回関ヶ原の戦いで、家康と三成のスマホの中では、ドラマの中では、西軍が 勝勝つんですよ椅子田三成がっったことになってて <laughs> ちょっとびっくりした。それまでにも、西軍、東軍、どっちを勝たせたいか、投票してね、みたいなのの QR コードが出てて、あ、そうか、投票で決めるんだ、とかって思ってたんだけど、いや、本当に、西軍勝ってる、と思って、ちょっとびっくりしましたね。 え、それは投票でみんなが西軍を応援してたってことなの多分そうなんでしょうね。<え>でも分からなくもないね、<laughs> 歴史では東軍勝ってるから、一度は西軍が勝ったの見てみたいよねっていうのがなんかあったのかもしれないんですけど、ただこのね、イエスト・ミツナリのスマホがね、なかなかやっぱ例によって秀逸で面白くてね、大谷義次ミツナリのすごい名優、中の偉大親友が、毎回ミツナリが大谷さーんって呼ぶんですよ。<laughs> それ、大谷翔平なんじゃみたいな。<laughs> よくこれ大谷翔平をさ、あの、アメリカ人のアナウンサーが、 大谷, <laughs> 大谷さんとか言うじゃないですか。あのノリで、大谷さんって言って、吉次呼んでて、なんかちょっと、それ昌平なんじゃ、吉次じゃないんじゃ、とか思いながらやってたんだけど、そのまたね、大谷吉次に対して、三成がね、自分がその周りからなんか嫌われて、味方になってくれる人いないの、なんでなんだろうみたいなこと言ったら、お前ちょっと、LINE じゃなくてさ、なんかね、フミっていう、フミふみ LINE の代わりにフミって言うんだけど、フミ <laughs> の文が長いんで、長文すぎるんだよって言って、で、その長文なんとかさ、 っって言って言最近こういうのがあるから使ってみたらっていうのがサコン GPT って言って、チャット GPT ならあのサコン GPT っていうやつなんだけど、これがさ、そのいわゆる石田三成が自分の領地の半分を差し出してまで迎え入れた軍師の島サコンっていうののサコン GTP になってて、それでそのサコン GPT があの僕なんかもっと味方になってほしいんだけど、どうしたらいいでしょうかって言って、あの、小早川の秀明っていう関ヶ原の戦いの時に石田三成を裏切って東軍についてで、イヤさんが勝ったっていう武将がいるんだけど、 小早川秀明にこう味方になってほしいんだけどどうしたらいいだろうって言ってサコン GTP に聞いたらそしたら相手の目を見て誠意を持って話せばいいんじゃないって言って書いてくれてそれを多分実行したんだと思うんですけど小早川秀明が裏切らなかったおかげで勝ったっていう設定になってて小早川秀明が最後になんかやっぱり最後はあの心を打ち明けてくれてなんか信用できる感じがして家康さんのおじさん公文キモいしって書いてあって実際家康さんのそのラインじゃないフミっていうのがあのおじさん公文なんですよで でもわざとやってんのね。受けを狙ってわざとおじさん交ぶしてめんどくせえとか言いながらやってるんだけど、おじさん交ぶキモいしって言われて結局負けちゃったみたいなね。三つ成が勝ったみたいな形になってて、おもすごく面白かったんですよね。で、なんかそのね、家康が途中で関ヶ原の前に大阪城に移る引っ越しするっていう時に段ボールがさ、引っ越しの境のパンダみたいなのところにタヌキなんですよ。 なんか、それもまた可愛いしね。細かいところで可愛いしね。で、おまけに、イエスさんのスマホの待ち受けがさ、富士山にこう日が昇るところなのよ。で、それ最初、イエスと三つのスマホ見てる時はさ、気がつかなかったんだけど、今回のオープニングを見て、どうするイエスの新しいオープニング見て、いわゆる最後に富士山のところに金の火みたいなのがバーンって現れて、どうするイエスって出てきて、これかー <laughs> と思ってさ、これをやってたのかー <laughs> と思って、もともとほら、 一富士二高三なすびってね、お正月に見ると縁起がいいって、これなんでそうかってうと、家康さんが好きな、三つとも家康さんの好きなものだからっていうので出てて、それで日本一の象徴でもあるしっていうんで、まあ富士山に、暑いので神の君が富士山の上にっていうね、そういうオープニングのそのすまち受けなのかなと思ったら、どうする家康のオープニングの宣伝だったんだと思ってさ、なかなか今回面白かったです、本当に <laughs>。 今、いろいろね、細かいところではもっとね、ありましたけれどもね、もし皆さんもよかったら、あの、多分、NHK プラスとかでも見れるんじゃないかと思うので、ぜひ、見ていただいてはいかがでしょうか。